はい、今回のテーマはですね、久保哲郎から学ぶアウトプット力ですね。久保哲郎から学ぶアウトプット力にしましょうか。これですね、なんか吉田さん、詐欺に気をつけてくださいみたいな、なんか動画が送られてきまして、まあ、その動画に対してのレスはしない、まあ、ここで話しますけど僕ですね、その別にこのやり取り以外にも動画、この昨日撮ったんですよ。多分おそらくその動画見たんじゃないかなと思うんですけど、要はその僕最近ね、タレコミ情報っていうのがありまして、吉田さんこんな情報ありますよみたいなそう、なんか勝手に情報が寄せられてくるんですけど、その情報は何かっていうと、そのアプリを使った顔認識ソフトだったんですね。でその顔認識ソフトで有名 YouTuber の瀬戸康史さんっていう人がそれでやってて、すげえなみたいな、こんなアプリあんねんみたいなっていう動画を別にこのシリーズ以外の動画で撮ってたんですよ。で多分おそらくそれ見たんじゃないかなと思うんですけど、でそしたら久保さんがそれですぐそのアプリを使って、もうアウトプットしてるっていうね、早えよみたいな。これなんですよね、見た瞬間にすぐ行くっていう、見た瞬間にすぐ行くっていう、うん。まあこの前ですね、僕まあ、このやり取りの中でも5秒ルールみたいな話もしたんですけど、多くの人っていうのは、まあ、この前もね、なんかそのまた動画はそのホワイトボードを使ってそれを講義したんですけど、なんだ、考えて、結局考えることによって不安や悩みっていうか、なんか出るんですよね、だからもうなんか見た瞬間やれっていうね、だからこう見た瞬間やるっていうのが、まあ、ベストですよ。5秒いらないですね。見た瞬間、あ、やろうみたいな、はい、やろうかななんですけど、大体はやろうやるなんですよ。やろうとやるがイコールなんですね。やろうやるイコールみたいなそうですね。であとは、まあ久保さんの今回送っていただいた動画の中で、まあ昭和生まれの話をしていただいたんですけど、まあ全員じゃないですよね。全員じゃないです。ただまあ一つ事実があるとするならば、やっぱりその昭和を経験してきた人がを超える人たちっていうのはあんまり出てきてないのかなっていうのは、まあ実際問題ありますよね。例えば大企業でもそのトップを取ってる人っていうのはやっぱ昭和、まだ時代がまだあるかもしれない。でも平成30年あったわけじゃないですか。30年ですよ、だ今平成生まれの人が企業の大企業のトップとかまだ出てない、まあ、これから出てくるかもしれないですけどね、まだやっぱまあ昭和生まれの人たちの方が あれかなっていう。だからやっぱね、 なぜ、まあ、そのそれから垣間見ることっていうのはあれかなと思うんですけど、やっぱ時代の流れをやっぱ昭和の人たちは生まれっていうのはやっぱ見れてこれた、その今の時代が進むこの高度経済成長っていうか、まあそういういろんな流れを見てきて、で例えばこの前見たのがそのまたプロジェクト X の話なんですけど、その昭和、あ、ちょっと待って、多分広島原発、まあ久保さん、広島原発って何年なの？広島原発昭和20年ですね。はい。まあ久保さん広島で、まあね、広島で十何万人が死んだっていうね、広島原発ですよ。1945年昭和20年8月6日午前8時15分、アメリカ軍が、日本の広島市に対して世界で初めてリトルボーイを投下したっていうね。そう。でその時その広島にですね、マツダっていう会社があるんですけど、そのマツダのロータリーエンジンですよね。でこの、このロータリーエンジンっていうのは日本が商品化したんですよ。でアメリカか海外でロータリーエンジンができたよっていうのはあったんですけど、それを実際にものにしたのは日本の企業マツダなんですね。で世界にそのすげえぞって言わせたっていう。でこれがその広島に本社があってマツダなんですけど、この広島原発で生き残った、まあちょっとすみません名前忘れちゃったんですけど、まあその方がそのなんだ起こしたというか、
そうだから何もないこの広島ももう何ももうない状態からね、そのロータリーエンジンっていうこのロータリーエンジンの秘話もすごかったんですけどね。だからそういうそのなんか昭和生まれの人っていうのはなんかいろいろな経験をしてますよね。まあまずその広島原発なんていうのを経験してるのは昭和20年の時じゃないですか。まあここに書いてありますけど昭和20年の話なんで、だからそれって今、まあ、絶対経験できないですよね。だからすごいですよね。だからまあだから昭和生まれの人たちがなぜまあ、他の平成とかね、まあこれから令和になっていく、まあもう令和になりましたけども、強いのかっていうと、そういう歴史を体験してきてる、何もなかった時代だったりとか、いろんな時代、何もないものがないっていう時代を経験してきたりとか、まあそういうその今はもうその出来上がっちゃってる部分がだいぶあるんで、そのアグレッシブさ、情熱っていうのが昔に比べるとないんじゃないかなと思うんですよね。だからそれが当たり前にもう提供されているので、そこに対してありがたみもないし、って話ですよね。ただこれからは、ただこれはね、近畿大学の田中さんか、近畿大学のスピーチで、そのオリエンタルラジオの田中さんがいいスピーチしてたんですけど、ある高校生の話をしてて、その高校生やべえみたいな。まあそれはちょっと見てください。で、要は君たちっていうのは、まあそういう人たちが作ったものをもう使えるんだと。だからもう、圧倒的な大成功を収めるもう資質があると。だからもう僕たちがもう何年もかけて作り上げたものをもうすぐ使えると。ということはもうありえないものを生み出せる秘めてると。だからあのここでこの講演で言っとくと。だから君たちが成功したらうまくいったら俺を使ってくれと。俺を使ってくれみたいなね。頼むみたいなね。そう。言ってたんですよね、そうだからまあこれからの時代っていうのは僕はすごく希望に満ち溢れてるんじゃないかなと思うんですよ。希望、多くの人が希望を失ってるかもしれないですけど、ある側面から見ると希望しかない未来がなんですよね。なぜ希望しかない未来かっていうと、もう作り上げてきたものを僕たちが使って新しいそのイノベーションを起こせるんですよ。新しいイノベーションをね、今まではそのイノベーションすら起こせなかったんですよ、普通の人っていうのは。だからもうベースがないわけなんで。だってテレビ見ようにも、テレビね、昔テレビ見るときに何30人がね、力道山の試合観戦するとき白黒テレビ30人なんか並んでこう見てみるとか話じゃないですか。今自分がテレビ番組作れるわけですよ。今 iPhone 一つで自分が ライブ放送できるんですよ。やばないですか。昔はねテレビすげえっつって30人がね、力道山の試合を囲んでたわけですよ。どうすか。だからこれからの人っていうのは、もう、なんだ、これからの時代っていうのは希望しかないです。ただ多くの人っていうのは、なぜ希望がないのかっていうと、それを使わないからなんですね。申し訳ありません。それを使わないからです。それを徹底的に、圧倒的に使えば希望が出てくるんですよ。希望っていう光が。例えば僕の事例で言うならば、この iPhone で今撮ってますけど、 iPhone っていうね、このね、画期的なテクノロジーが搭載された、もうビデオカメラなんじゃないかなみたいな、完全ビデオカメラポケットにみたいな話じゃないですか。でこれを使い倒してるわけですよ僕は。誰よりも使い倒した結果、もう今もう希望しかないですね。当時は手探りだったんですけど、もう見えましたね、ある程度。まあ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 いけるなっていう、てかいけるなっていうか、いけるしかないなっていう。そうで、プラス僕はいろんな経験値もあるんで、考え方とかもね、いろいろ今までの経験でがあるんで、そこに今の使ってるデバイスとか、今のこのあれを使うことによって、融合させることによって、まあ叶えられなかったことが叶えられるのかな。だから2034フェスに関しても、もう希望というか、もう映像が出て、久保さんも言ってましたけど、もう2034フェスがどうなってるのかっていうのはもう出来上がっちゃってるんですよ。そう、久保さんなんかね、女の子が並んでることも言ってましたからね。もう女の子並んでるんですよ、みたいな。ニヤニヤしてたんですけど。それ20歳の子が、あ、並ぶんですよ、みたいな。なんかニヤニヤしてましたけどね。いや、でももうそれぐらいね、僕たちの中で映像化なってるんですね。僕も映像がもう2034フェスの映像はもう出来上がってます。だからそれが、なんでそれが出来上がるのかっていうと、僕たちはデバイス使いこなしてるんですよ。久保さんも僕より10個上ですよ。僕より10個上にもかかわらず、使いまくってるんですよ。使い倒してるんですよ。手持ちのカードを使い倒してるんですね。そう、多くの人っていうのは、この手持ちのカードを使い倒してないんですよ。使うんじゃないです。使うんじゃなくて、使い倒すんです。
言いますね、使うんじゃなくて使い倒せってことです。もう鬼のごとく、鬼のごとく使い倒すっていう、うん。でね、まあこれまたプロジェクト X の話するんですけど、その昔ね、攪拌機っていうのがあったんですよ。攪拌みたいな、なんかそのちょっとコピー機との違いがよくわかんないんですけど、なんかまあそれが出てたんですけど、昔って教育現場ってなんかそのローラーでそのなんか塗ってたらしいんですよ。こうローラーで印刷というか、まあコピーというかね、こうしてたらしいんですよ。でそれをローラーにしてできないかみたいな、でその企業さんがあったんですね、ローラーにね、ローラーにで、なんだ、でそれで開発してたんですけど、その開発過程の中で、まあ、いろんな問題がまた出てくるわけですよね。でその、まあ、またゼロックスですよ。ゼロックスなんとかなん、あの世界初のコピー機が出てきて、ゼロックスもうやばいみたいな。でゼロックスとゼロックスのコピー機っていうのはさすがに確かにすごいけど、電気代もかかるし、そのコストがすごいかかるんですよ。でこの攪拌機っていうのはあのコストが断然安いと、断然安いと。しかも毎分なんかめっちゃ速いんですよ。パン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 、めっちゃ出てくる、速いなみたいな。まあその物が出来上がった状態を僕見たんですけど、超速いんですよ。パン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 ってめっちゃ出てくるんですね。で、みたいな、まあトータル的なランニングコストは安いと、だから勝てると。でそこでそのずなんか営業マンにも言われたらしいんですよ、時代遅れだと、ね、これをずっとやるのは時代遅れだ。でもその社長は言うわけですよ。いや、ここに活路があると、ここまで これで俺は飯食わせてもらったし、いや これをなんかアップデートできないかと、完全自動でワンボタンで、完全自動のワンボタンで全部出てくるようにしろみたいな、やるぞみたいな。で作るわけですよ。で作って、なんと作った後100万回テストですね。100万し72時間耐久だったかな、ずっと回し続けてブワーって100万枚するっていうテストをしたんですよ。で100万枚テストして、ボタン押してずっと稼働するね、ブワーって稼働して100万枚テストやったんですよ。で100万枚テストした結果、100万枚目に出た印刷と一番最初に刷った印刷の見比べたんですね。一緒やと、これすげえと。でこれでついに市場に投入して、で今全世界で150カ国ぐらいに使われてるみたいです。で主に教育現場ですね、主に教育現場に今使われてるみたいなんですけど、ただプロジェクト X の話が古すぎるので今は分かんないですよ。プロジェクト X が十何年前なんで、うん、ちょっとその会社なのか分かんないですけど今はね。でもその当時はそういう風な話ですね。もう世界にその打ってて、あのバーってその教育現場に、だからそのプロジェクト X で描かれてたのが、ベトナムだったかな、なんかその教育現場でその高校生で、その高校がなんか何千人か生徒がいて、まあ、その資料を配るのにも相当だから何千人いるんで何千枚必要なわけじゃないですか。だけどそこの会社さんから3個買って、まあ、パン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 って出してましたね。パン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 超早いみたいな。あ、これ早いなと思いました。本当早いです、パン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 って。だからそれも結局なんでそれができたのかっていうと、それを使い倒した結果なんですよ。使い倒してこれなんとかでもっとできないかっていう。で使い倒してなかったら無理なんですよ。うん、だから使い倒すっていうのはかなり僕は大事なのかなっていう。使いに使い倒して行くことによって見えてくるものがまた一つあるのかな。できないことができたりとか、うん、新しいイノベーションが生まれるのかなと思います。例えば、編集ソフトもよく、まあ、これも億万長者合宿のやり取りでも話したんですけど、編集ソフトとかなんかソフト系って何使ったらいいですかって超あるんですよ。吉田さん何がいいですかみたいな、ソフト何使ってますかとかよくあるんですけど、久保さんなんかね、バンディーカムですかね、バンディーカム .com みたいな、もう使い倒してるじゃないですか。そう、だから僕も最近ファイナルカットっていうのはちょっと使ってるんですけど、これも今結構50回か60回ぐらい編集してちょっと使い倒し始めたんですね。でそれによっていろいろな機能だったりとか、いろいろな技術っていうのがこうできるようになりました。いろんな機能があるんで、うん、だからそれも使い倒さないとその本来の性能を引き出せない、うん、だから多くの人は本来の性能を引き出す前に終わっちゃってるのかな。自分の力も、自分は本当はできるのに、自分は本当だったら可能性はあるのに、その可能性を潰しちゃってるっていうか、自分でその自分っていう人間すら使い倒してない、これいいんじゃないですか。自分という人間すら使い倒してない。本当は人間っていうのはもう無限の可能性があるんですよ。
ね、この世にないものを作り出せるんですよ。特にプロジェクト X なんか見れば分かるんですけど、この世に全くないものを全部日本人は生み出してきたわけですよ。分かります？それはしかもね、必ず反対から入るんですよ。やめとけと、無理だと、もう完全無理から入るんですね。もう大反対みたいな、みんなから反対されたと、会社からは見放されたみたいな、ね、もう完全、まあ大体反対から入るんですけど、でもそれを成し遂げるっていくわけですよね。だから無から有を僕たちっては作れるわけですよ。無から有を。でそれって無から有を作り出してる時って必ず何かやり込んでるんですね。間違いないです、この間違いないです、プロセス。このプロセスで、そっから例えばロータリーエンジンとかの話したよね。ロータリーエンジンとかももうね、あのロータリーエンジン開発してる人がもう家に、あの会社に言って、すいません、ちょっとロータリーエンジンの模型ちょっと貸してくれと。でもう毎日ロータリーエンジンで問題が出てるんですよ。問題がいろんな問題が、こうロータリーエンジンってロータリーの中でバーって回して、ここになんかいろんな問題があるんですね。でその人は模型をもらって、もうずっとロータリーエンジンを見てるんですよ。でも365日ロータリーエンジンを見てるんですね。で考えてるんですよ、こうやってずっと。で突破口を生み出すわけですよ。そう、突破口を。であとなんかその、あと面白いのが、ロータリーエンジンでその、あのエンジンのガソリンが入っちゃって、オイルとかが入っちゃって、あのダメっていう問題があったんですけど、そのなんかその、いやマジックに答えがあるぞみたいな。マジックっていうのは奇想天外だと。うん、マジックっていうものに、でそのマジック、そのプロジェクト X でマジック見せるんですよ。100円ありますよねみたいな、その人が。でこのマジックに実は隠されてると。でマジックっていうのは奇想天外、誰もが思いつかないようなことをマジックはやると。じゃあ待てよと、じゃあこれロータリーエンジンにこのゴムパッキン入れたらどうやと、これ漏れねえんじゃないかと。いややめとけよと、いやゴムなんか絶対燃えるでしょと、溶けるよと、いやゴム無理でしょって、いやちょっとやってみよう。でゴムを入れるわけですよ。でテストしたら、結局ゴムは残っていたみたいな。これでオイル漏れとかね、ないみたいな。でゴム入ったんですね。そう、普通だしたら、だから無理、もう無理すぎて、いやゴム絶対エンジンの そんなトイレ入れたら燃えるよねと、燃えるし溶けるよねっていう発想だったんですけど、そのなんか、そう、なんか、いやヒントはマジックやみたいなね。奇想天外、よし待てよみたいな話だったりとか、あとね、なんだっけな、なんかあのアルなんか硬いものを作るやつなんですけど、アルミとアルミだったかな。アルミってなんかやばいじゃないですか。そのアルミとアルミの電子を組み合わせるとめっちゃ強くなるとかね。まあそれもその普通じゃ考えられないけど、やってみたらできたみたいな。まあいいや、もう話脱線、これ以上するとしそうなんで、まあとりあえずアウトプットですかね。アウトプットしろってことです。アウトプットをしろということでございます。以上です。久保さんの動画この後映しますので、よかったら見てください。どうぞ。久保です。昭和生まれってね、もう究極のナルシストでありね、もうなんかいい加減でありね、まああとは傍観者であるのかなと、もういろんな要素が入ってると思いますけども、まあすごいですね。プロジェクト X にしても何にしても、ものすごいパワーを出してると思うんですよ。私はね、その情熱は強かったのかなと思います。ただ一部の方だけです。多くの方はそれを自分のことのように捉えて、それを励みに平凡な人生を送るっていう形になってしまったのかなという気がするんですよね。まあ昭和の時代を振り返ってみると、私はね、まあこういう切り口もできると思うんですよ。まあそれは明日のジョーであるというね、明日のジョーっていうのはボクシングの漫画があります。まあ多くの方がご存知だと思いますよね。私が生まれた時にはすでに明日のジョーっていうのは終わっていたのかな。1973年だと思いますので、私が1歳の時には連載が終わったのかなと思います。ちょっとうる覚えなんですけどもね。まあそれでその明日のジョーの中で語られるテーマっていうのは、まあ2つ私はあるなと思ってるんですよ。それは普通の人が上り詰めていく方法と、才能のある人が上り詰めていく方法というのがあると思うんですよね。これは前半の方で色濃く表れていて、まあ力石徹っていう選手はね、ジョーの明日のジョーっていう主人公のライバルなんですけど、力石徹選手は普通の人なんですよ。普通の人がトレーニングを泥臭く繰り返してきて、減量するときももうストーブを焚いて、で、まあ本当重厚な機材の中でですね、いろんなものを計算的にやっていくっていう、本当にこう、プロになるんだったらこういうことを真似しなくちゃいけませんよみたいなのをやってのける人なんですよ。これが力石徹です。それに対して明日のジョーって、ボクシングが好きでボクシングを始めたんじゃないですよ。
力石徹っていう人間に出会ってこいつをぶっ倒したいからちょっとボクシングの力を借りるかみたいなんでやってみたら結構自分には才能があってあっという間に追いついてしまった。そして世界チャンピオンに挑戦するほどになってしまったってことなんですけども、その中には常に力石に追いかけたい、力石を追いつきたい、そういう気持ちがあったんですよね。だから続けてこれたところもあるし、それまで対戦したカーロス・リベロとかね、それから金龍飛とかこういった戦ってきた人の力を借りてやっていくってところがまさに昭和チックだなと思うんですよ。でもこれはやっぱりね、才能のなせる技かなと思いますよね。こういう人は特別なんです。主人公たるものだと思います、才能があるのは。それ以来漫画の主人公っていうのは普通の人が特殊能力をどんどんね開花させていくみたいなことが続いたんですけども、要するに生まれながらの特殊な人間だったんですよね。こういうのを見ているとやっぱり我々も普通の人間なんだけども、なんか特別なところってあるんじゃないかなって励まされて、それに引っ張られて凡事徹底っていうんですかね、どんどん続けてこれたっていうところがあるんで、漫画の力ってすごいなと思うんですよ。で、漫画の力っていうのは昭和の中期30年代とか40年代にコミケってものの今ね50万人ぐらい集まるパーティーになりましたけども、それ最初はね700人ぐらいでスタートしてるんですよ。で、その700人の集まりですら最初はちっちゃい集団がインターネットもないのに雑誌の一番最後の投稿欄を利用してコミュニケーション取ってドーンと始めたんですよね。最初は本当にね情熱だけで商品もないし、もちろんコスプレもほとんどないし、本当にこう産声を上げた時っていうのは本当にちっちゃいね、どうなるか分かんないような、言ってみれば反社会的なものだったかもしれません。本当の意味で、オタクと言われてるね、産声を上げたのがその頃だったと思うんですよ。要するに昭和っていうのはねオタクがいっぱい生まれたところだったと思うんですよ。カーマニアっていうのも言い方変えれば車のオタクですよね。で、そういったものが昭和の力を借りて平成に入った頃にブレイクしてですね、で、時代は衰退したんだけども昭和の頃に培った人は残ってきたということだと思うんですよ。で、ボクシング漫画でちょっと話を戻しますと、千葉哲也さんの明日のジョーを超えるようなボクシング漫画ってあれから出てきてないんですよ。偉大すぎて。でもすごい昔に書かれた漫画ですよ。でも今技術もあるし、すごく資料もあるし、ノウハウもあるし、先人たちの知恵もあるのに、でもですね、明日のジョーを超えられないというね、そういうふうな、最近は森川ジョージさんの初めの一歩ってのありますけども、初めの一歩ですら明日のジョーがなかったら書けない作品だと、オマージュが結構入ってますからね。ですんで明日のジョーってものがボクシング漫画の礎を築いたんで、それを踏襲して、平成の時代とか令和の時代っていうのに新しいものができていくってことで、歴史の積み重ねをね、やっぱりやっていっていただいてるのかなというところもありますけども、でもやっぱりね、昭和って礎がないとできないものが平成にしても令和にしてもこれからものすごく多いと思うんですよ。もちろん昭和の時代でも明治大正ってものがなければできなかったこととかありますけどもね、ここまでのお話をまとめて言うと、昭和の時代ばかりではないということなんですよ。やっぱりね、平成の時代もそれなりにチャンスはあった。ソフトバンクみたいな会社はじゃあ平成の時代にできましたけども、昭和の時代になぜできなかったのか、令和の時代にそれを超える会社できなかったのか、なんかね、結局は今社会を動かしている人って、未だにおじさんなんですよね。若者にチャンスをとか若者になんとかって言いますけども、なぜかね、昔の作品とか昔の企業を超えるものっていうのがなかなか出てこないと本当はもっとね、後から生まれた人の方が有利なはずなんですけどもね、でもこれでね、昭和の生まれが優れているっていうつもりもないです。優れてる人もいたけども大部分は優れてない人だったんですよ。で、今昭和に生まれた人が平成の時代ってのにものすごく苦しめられたりとかしてますけども、先に社会に出てね有利なはずなのに、なんでそんなに生きづらいのかなと。例えば将来じゃないですよ、幼い子たちが自分たちにこういうふうに聞いたらどう答えるかってちょっと考えてみてほしいんですよ。将来私は大きな夢があるんだと、お花屋さんをやりたいんだとかね、じゃあお花屋さんやりたいのどうすればいいのって聞かれたらどういうふうに答えますかってことだったり、自分は企業に勤めてサラリーマンになって、でものすごくね高い報酬を得たいんだ、月収100万とか200万みたいなのが欲しいんだ、どうすればいいって聞かれた時にどう答えますかとかね、自分は世界を股にかけて自由な時間と自由なね、お金を使っていきたい、いろんなチャンスに巡り合いたいんだけどどうすればいいですかって聞かれた時に我々は何て答えますかってことなんですよ。答えようがあるんですかね。なんかそれは自分で体験したいとか自分でやってきた人は答えようがあると思いますよ。でもそれを成し遂げなかった人って何も後世に伝えていけることができないっていうのはね、
まあ、いわゆる老害と呼ばれてしまう、なんかね、嫌な感じになってくるんですよね。で、ここに多分、若い人たち、新しい世代と旧世代の対立が生まれるんですよ。自分が何もことを成してないのに、同じ時代に何かことを成した人のことを取り出してきて、すごいだろうって言うけど、じゃあお前はどうなんだよって話ですよね。そうならないように私たちは自分の力をつけていく必要があったんではないかなと思います。今からでもですよ。で、私はね、40代からネットビジネスを始めて、今46歳。今はね、もう何もかも逆転しました。本当にすごいなって、すごい想像できました。私はね、そのネットビジネスってものを手に入れた人の中でも、稀有な存在だと思いますよ。こうやって見ていると。詐欺でインチキをして金持ちになった人は山ほどいますけども、私はね、自分なりに誠実にやってきて、吉谷さんと同じようなスタンスでやってきて、で、繰り返し会う、繰り返し話す、繰り返し、まあ、取り組む。そして自分が一番行動すると。自分に続くものの10倍とか100倍ぐらいだって、誰も追いつけないぐらいのことを凡事徹底して、特殊能力は全く使わないみたいなね。アフィリエイトだって SEO とかキーワード検索全然入れてないんですか。そんなの全くなしで、ただ量だけでやってきたみたいなね。メルマガのアフィリエイトもメルマガの会員さんだけど手で集めてきたみたいな。本当に誰でもできるコツコツとね、こう、ツルハシを持ってコン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 進むような、そんな泥臭いことを昭和根性でやってきて、その昭和根性を実現させたと私は自分なりに自負してますんで、簡単に稼げる方法とか、この、なんか最短距離とかね、効率よくなんてもう全部無視ですよ。効率いいやつは全部効率が悪いと思ってますからね。効率が悪いけどもコツコツやってるのが一番効率がいいと思うんですよ。だってベストな方法を取りたくていろんな情報を右往左往している中で、私は一番最初に掴んだ情報でここまで来てますからね。それは本当に自分なりに自慢です。どんな情報にもちょっと目をくれなかったとかね。なんかなんとか YouTuber みたいなのが2015年、2016年に流行ってましたけども、全く目をくれずに自分は自分の YouTube で行くんだという形でやってたら今花開いたというね。で、その頃のなんとか YouTuber っていうのを購入した人は全員死滅ということなんですよね。まあざまめだと思います。ある意味ざまめだと、そういうふうに自分だけは苦労も努力もせずに、一足飛びに行こうと思った人が骨折してね、打ちひしがれているところを見るとね。で、暗号通貨もそうですよ。暗号通貨の仕込みって私2014年からやってきてるわけです。2014年、15年から始めてきて、情報発信もその頃からしてきて、で、情報が誰よりも早いわけですよね。で、情報っていうのは鮮度のいいうちにエントリーして、そして離脱するポイントがすごく重要なんですよ。で、私は今回、離脱するポイントを暗号通貨に関しましてはもうちょっと先に設けてるんですけども、明日とか明後日とか来年に設けたいとか半年後に、億万長者になりたいっていう人はこれ焦りすぎですよね。で、そういったやっぱ待つってことと耐えるってこと、これをしっかりと使ってきたのが昭和の根性ではないかなと思います。これからもね、昭和の根性をフルに使ってですね、新しい時代を切り開いていこうかなと思っております。まあいろいろと話したいことあるんですけどもね、今回はこの辺にしておきましょうか。じゃあ R34 頑張ってください。